今回はこの三菱の GTO 中期モデルだそうでございますが、とても程度の良い状態で見た目も美しいお車でございます。今回は持ち込まれたこの350リミテッド2というシートのカールコードの修理を行った上での装着依頼を受けましたが、どうも先に用意されていた 取り付け金具が不具合があったようですので、後日取り付け金具の更新、変更をする予定でございます。うまく装着が済んだ後には、いつものように PPL の投入をさせていただき、すべての作業が終了という流れでございます。どうぞ同様なお車でレカロシートなどの装着のご要望があるお客様はジェットセットにアクセスをお願いいたします。